ジバニャン、腹巻き、おしっこいろ、汚い、燃やす。なんてこと言うんやん。ひどいにゃん。腹巻きいらないよ。これどう見てもいらないでしょ。いるにゃん。俺っちにとって腹巻きは大事なものにゃん。ボーボーするよ。いやだにゃん。なんでこれおしっこのろしてるの。汚いよ、ジバニャン、これ。汚くないにゃん。綺麗だにゃん。とっても綺麗な黄色い腹巻きだにゃん。汚いおしっこいろでしょ。燃やすよ、こんなもんいらないから。いるにゃん。いりません。これもう燃やしちゃうよ。いるにゃん。なんでこれ変な耳。変な耳じゃないにゃん。俺っちの耳かわいいにゃん。変な尻尾。変な尻尾じゃないにゃん。俺っちの尻尾かわいいにゃん。腹巻きはいらないよね。おしっこ入れてボーボーするよ。ひどいにゃん。こんな腹巻きしたらダサいよ、ダサい。ダサいダサい。エミババアもフササババアもみんなそう言ってるんだからね。ねえ、いい加減なこと言わないでほしいにゃん。ガラス玉もさ、何このプラスチック玉でしょ。これどうせ安物の100均でしょ。いや、100均じゃないのよ。エミちゃんがいいもの買ってくれたんだよ。ボーボーする。だいたいさ、猫なんかにさ、そんないいガラス玉つけるわけないでしょ。もし仮に、猫にさ、なんか、あれだよね、こんな高級ガラス玉つけたら、それはそれでおかしいよ。いや、そんなことないのよ。俺っちはエミちゃんに大事にされてたんだよ。ボーボーする。やだにゃん。おしっこいろ。ひどいにゃん。燃やす。やだにゃん。こんなのっていらないでしょ、こんなんね。汚ね腹巻き。おしっこの色してさ。おしっこの色なんかしてないね。いつも言ってるね。これは綺麗な黄色って言うんだけど。綺麗な黄色のわけないでしょ。どう見ても汚いおしっこ色でしょ。もうほんとおしっこみたい。ほら、ほんとにおしっこだね、これ。最初はジバニャンの腹巻き、おしっこを、ねえ、ジバニャンのおしっこが固まっててきたんでしょ。なんていうこと言うねん。失礼すぎるねん。ボーボーする。やだねん、これ。本当にもう破くしかないよ、これ。破いてもうビリビリにして燃やすしかないよ。やだねん、なんでそういうことばっかり言うねん。俺、この腹巻きすごく気に入ってるんだねん。ボーボーする。やだねん。